じゃん。こんにちは。さあ、湯坂さん、はい、この動画では確か巨人と阪神のドラ1ルーキー浅野選手、森下選手を比較するっていう動画以前、まあなあまあでも高校と大学でだからな、はい、だからまあちょっと差はあるけどね。差はありますけれどもね。ただその浅野選手が1軍に上がってきて初めて守って打席に立ってということもこの前ありました。香川の田舎から出てきたらお前びっくりするぞお前。東京ドーム東京ドームもそうだし、はい、あの歓声とかも、はい、びっくりしたと思うよやっぱり。湯川さん、まあ、慣れてるけどね、はい、1試合見て、うん、雰囲気には慣れてるだろうけども、はい、やっぱり実際出ると田舎もんはそうなっちゃうんだよそう、まあ、高校からいや俺もそうだもん。田舎もんで東京来た時鼻血が出たって。嘘いや本当だよどこで。いやまあ小学校の時だけどね。あ、小学校の時だったんですね。まあ、話が出やすい時期でね出やすい、まあ、話が出たという話もあるんだけど、まあ、浅野はやっぱ相当緊張したと思うよ。そうですね。あの試合豊さん実は東京ドームにレジェンズシートで行ってたんだけど、はい、出るかなと思ったら5回までだからさ俺らの仕事って、はい、だから出なかったけど、はい、その後帰ってみたらずっこけてたな。そうなんですか、まあ、菅野がまた素敵なコメント残すがなそうそうそうなあね、えみんな打ってくれましたけど浅野は守ってくれませんでした。そうそうそう、ね、先輩が、ね、優しいコメント出してましたけれども、いじられてな、はい、まあ、ああいったことを積み重ねて成長していくんだろうなと思うけど、うん、打席に立っては2打席あったけど2三振ということで、はい、まあ、まだまだやな。そうですね。あれは原監督はやっぱりその1軍での緊張感とかそういうのを感じてもらいたいと挙げたっていう。そうだね、うん、まあ、それと上がった以上はどうやって使えばいいのかっていう、まあ、使ってみていろんなことを試してるんだと思うけども、はい、守りでいきなりずっこけたからそうですね、びっくりしちゃったんでしょう、勢い余ってみたいな、うん、まあね、可愛いけどな。そうですよね。まあそうだな、バッティングにしてもステップした左足に体重が全部乗っていくんだよね、はい、だからこうボールに対して向かっていくから、うん、接点という意味ではちょっと少なくなってくるかなっていうような感じがするよね。あ、じゃあ浅野選手に関してはどういうところを改善していったらもっと良くなるよっていうの。彼はね、考えるより感じろっていうタイプなのね、うん、あ、だから感性を大事にしてほしいっていうタイプのバッターだね、うん、形じゃないんで、はい、感性で、秋広っていうのは感性よりも形で打ててるという、はい、秋広と浅野はちょっと違うなっていう感じはするよね、見た目はね、はい、まあ、接してみて話をしてみてどういう考えの持ち主でどういう言葉を発してくるんだろうっていうことから、うん、それは感じられることなんだけども、うん、見てる感じではやっぱこう考えるよりも感じろっていうタイプだね。だから慣れなんだよそういう人っていうのは。あ、じゃあ試合によりたくさん出ることでその感覚っていうのが養われてくるという、はい、ということは本来であればやっぱりより一軍の試合をどん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 出続けさせることがチャンスがあればな。ただジャイアンツは勝たなきゃいけないからさ。そうなんですよ。だからやっぱそういうものを意識して試合のように感じながら練習することがやっぱ大事かなっていうふうに思うけどね。今シーズンはスタメンで一軍でっていう試合はどうでしょう。難しそうですね。いや難しくはない、うん、あの順位がこうどこら辺に落ち着くかっていうようなところら辺に行くとチャンスをもらえるかなっていうふうには思うけど、ね、あ、ただもう3位に滑り込むとか、うん、やっぱ優勝を狙えるとか、はい、まあ、そうなってくるとやっぱチャンスは激減するし、はい、やっぱ2軍降格っていうのはあるよ ね、 そうですね。だからまだまだだもんね、うんうん、全てにおいてね。そりゃそうだよ、18歳だもん、お前。まあまあそうなんですよね。去年まで高校生。顔はまあおっさんやけど、お前中身18歳だから。そうなんですよ。でもいい選手だな、やっぱりね。そうですよね、うん、で一方で阪神のドラ1の森下選手、まあね、ここのところ非常にベビーフェイス。ベビーフェイス、はい、なあもう本当に浅野の方が上だよな。いや、もう赤ちゃんみたいな顔してな。そうなんです、森下選手は。まああのなんかチュッチュチュッチュはしない。いや、あのなんていうの、あの指しゃぶりじゃないですけど、指しゃぶりじゃないけど、おしゃぶりが似合いそうな感じの。似合わないんです、ね、似合わない。俺はなんかすごい似合うなと思ってて。いや、でもベビーフェイスですよね、童顔で。だからあのグッズで、うん、ちょっと待って、森下の作るとお母さんが買っていくんじゃないかな。指しゃぶりのとこが森下選手の顔してる。顔してる。かわいい顔して。かわいいですもんね。でもかわいいけれども、まあ、ホームラン打ったりとか。いや、彼はね、勝負強い、うん、
ですね。ああ勝負に対してけれんみがないというかさ、うん、スパッとしてる、うん、中途半端がない、はい、だからそういう人間っていうのはやっぱ勝負強いし、はい、触れるしなバット、うん、だからやっと出てきたなっていうそういう片鱗がね。そうですね。ああだからいいと思う。特にその近本選手が怪我で離脱してその1番っていうところに起用されてからすごくこう、はい、1番じゃないけどな本来はもったいないけどね。本来言うと井川さん森下選手は3か5だな。ああ3か5なんですね。近本中野これが元気のいい時に出塁率が良くて、うんはいね、いつも塁を賑わしてる、うん、そこに森下が来る大山が来るってなってくると阪神のその得点力っていうのは上がるかなって思うけどね。これ今1番ですけどもちろん近本選手が戻ってくると森下選手を岡田監督何番で。だからもうその時の状態にもよるけども、うん、1、2番が良くてノイジーがいい時には、はい、阪神ってめちゃくちゃ快進撃が続いたんだよね、はい、それを考えるとノイジーを3番で使っても面白いと思うけど状態によっては森下が3番に入ったり、はい、ノイジーが良ければノイジー使って、うん、大山を支える5番で佐藤輝明選手を6番とかに置いてっていう。まあそうだね、まあ、7番でもいいよね、うん、佐藤輝明は、うん、そういうような形を作り上げていくといいな、はい、前がもういいぞお前。いやそうなんですよ、ね、いや佐藤輝明って言うけど、はい、森下が5番打つんだったら6番に前側だよ。おおじゃねえよ。あれ DeNA 戦でしたっけ前川森下ラインができたの一瞬前川選手が代打で出てきてその次森下選手がバッターボックスっていうので、うん、ちょっと湧いてたんですけれども。いやあのバウアーがナックルカーブ、はい、拾って打ったあの当たりなんかすごいよ、うん、まあ、森下のホームランもすごいけどね、はい、いいなあ、あの2人はいいですよね。いやだから、まあ、比較としたらやっぱ浅野とね、うん、森下を比較すると浅野はねちょっとかわいそうだよやっぱり。まあそうですね、うんうんうん、だから4つ上か年齢的にはね、はい、まあ、そうなってくるとやっぱり4年の差っていうのはあるよね、うん、もちろん。でも浅野の素質からするとその差はあっという間に詰めてくるとは思うけどもね、はい、すごく楽しみではある。そうですね、うん、いやだからまあ今シーズンになるのか来シーズンか分からないですけどもこの両ドラ1の選手がこう阪神巨人巨人阪神戦でこう戦ってる姿。森下はね来年にはこのままいけば、はい、阪神の顔に少しずつなってくるだろうね、うん、で浅野はねやっぱあと2年かかるわ。2年かそりゃかかるよお前人生100年時代って言われてて、はい、2年間、うん、それはプロ野球生活の寿命を考えると2年って大きいかもわからないけどもでも2年じっくりやらした方が先々長くできると思う。だから中途半端にやらして中途半端な成績で終わらすよりもしっかりやって長いことをジャイアンツのレギュラーを張った方が彼のためかなとは思うけどね。まあ、秋広選手もそうですもんね、うん、2年、まあ、やっと出てきたからね3年目でっていう3年目でしょ、はい、だからあと2年だったらやっぱ素晴らしい選手になって出てくるんじゃない。それぞれの巨人の阪神の看板選手にいつかはなるような2人ですよね。森下よく覚えとかなきゃいかんのは、はい、外れ1位だぞ浅野の阪神の。そうかそうよだからそこら辺の意地は持っとかないと絶対のこいつには負けないっていうぐらいのおしゃべりしながら思っとかないとでもあのベビーフェイスでかっこいいの打たれると、まあ、女性ファンはいいですけどね。憎めないよな、はい、あの森下の本当にあの屈託のない笑顔とか悔しそうな顔とか、うん、まあ、すごく漫画チックだし、うん、いじりやすいというかそうですね、うん、いい意味でそうですよ ね、で浅野は浅野でおっさんキャラでさ、はい、なんかいじれそうだしな、うん、でもそれはそれで可愛いじゃないですか。こけちゃったりとか。いや可愛いよおっさんがこけたみたいな。そう可愛いんですよね。あれ知ってるツイッターで、はい、大丈夫大丈夫浅野くんしっかり大丈夫だからねみたいなさ、うん、そういう聞こえてたらしいの。あ本人聞こえてたんですか。聞こえてたらしいよ。でもありがたかったっていう話をしてたけど、うん、まあだけどファンってあったかいな。いそういう選手たちにはな、うん、だからすごくいいなと思って見てたんだけどさ、うん、両方の選手ともこうファンに愛されながら強い選手になっていってほしいです ね。まあただこれからはボロカス言われるぐらいのやっぱ選手になってほしいよな。
ちょっと打たなかったら言われるぐらい、うん、今はこうあったかい目で見てくれてるけど、まあ、だけどやっぱこう成績とともにね責任も出てきて、うん、その責任をファンも押し付けるから、そうです、ね、だからそれを跳ね返すぐらいのパワーを持ってほしいよな、うん、そうですね、はい。